これ山本太郎のパクリじゃん。やつはずっと前から提案してた。うん、本当だよね。その通りですよね。うん、そうなんで、今更さ自民党がね、うん、やるっつってもね。でも何、やっぱりタモさんが言うとあんまし説得力ないけど、高市さんが言うと説得力。違うよ違うよ、山本太郎さんが言っても知らないんだよ。だからそれ言ってるってことを、もうだって私たちだって絶対ね1年半前にこのさ、うん、食とか政治とかに興味を持ったから知ってるわけじゃん、うん、令和新選組を、うんうん、知らないでしょ、きっかけがないと。知らないままだったと思うよ、うん、誰にも言われなきゃ。まだ知らない人たちがテレビで見たって出てこない。そうだよね。そうですよね。興味を持たないとこれは知れないよね。そう、あとは誰かから教えてもらわないと、うん、もう未だに令和新選組というもの自体を知らない。教えてもらったとしても興味ない人は響かない、多分忘れちゃう。あ、そうだよね、うん、そうだよね、うん、そうなんですよね。はいね、そう。次、はい、その他のコメントもありました。はい、はい、自称保守の方で、うん、高市さんを推す声を見かけますが、もともと財政健全化で売ってきた方ということをお忘れですか。うん、総裁選意識して財政出動を意識させること、うん、言われても信用できないのですが、うん、麻生太郎さんや安倍晋三さんたちに騙された人たちが、うん、高市早苗さんの言うインフレ率 2% まで PB 黒字が凍結し財政出動を喜んでいるのが悲しくなる。うん、消費税減税すら主張していない時点で偽物。そもそも積極財政やれる権力を持ちながら9年間やらなかった自民は論外だよ。本当だよね。今までやらなかったのにさ、総裁選とかさ、総選挙があるからってさ、そういう人を総裁選に立ててさ、ずるいよね。ずるいずるい。そうそうそう。ダメだよ、全然。もう騙されないでくださいね、皆さんね。そう。しかも、うん、安倍さんも総理になる前は、うん、財政出動を歌っていたのに、見事に緊縮路線を貫き、その下で官僚だった人ですよ。うん、そうだよね。あともう一つ、うん、財政出動は企業と癒着ある政党がすると、はい、中抜きで有名なパソナや電通が大儲けするだけで終わってしまう、うん、せめて自民党以外の政党に政権交代してからじゃないとダメ。そうだね、そうでしょ。そう、結局自民党の人がこんなこと言ったってみんな言ってたんだから。安倍さんだって言ってたし、麻生太郎だって言ってたし、言ってたなのにやらない、ね、結局これでさ、高市さんが言ってたって結局やらないから やったって、うん、それこそパソナ電通に抜かれて終わり、国民には回ってこない、うん、そうだよね。そう、